富士高村間にはダッシュを踏んで村松、寺田、足立、予選競争の第2レースです。スタートしました。1番、3番、4番、6番、4艇揃った状態。3号艇、じわっと3号艇、のぞく3号艇、間には2号艇が出てくる。1号艇の藤田、ブロック。4号艇、まくり展開。そして2番、6号艇、根っこ切り込んで、足バックへ入ったが、1号艇の藤田が押し切り成功。4号艇の村松雄治、食ってかかっていたんですが、現在は騒い停止。後方から河村亮と足立優希、前提スターター正常でストップで回った1号艇藤田、2号艇食い込んで追っつける河村、開いて4号艇冷静に村松修司、6号艇しかしながら前のコースに乗ってしまった足立、4号艇の村松が2番手。